二酸素理工学の5回目の授業を始めていきます。数え上げの基礎の第5回目で、今日は型ン数の話をしていきます。この話はですね、今までのこの準備を使ってやっていくということになります。まあ、そういう意味で今までの知識というものを総動員というか、全部使ってやっていこうと思います。まずですね、その型ン数っていうものがあるんですけども、それが何なのかってことを それがですね、ある種の,この中組み合わせ構造を数えるんですけども、それが何なのかということも説明していって、実際にそ証明するということになります。で特にですね、その一般項、まあ、これ数列なんですけども、それをこの母関数を用いて導出するという、前回やったことをここでもやるということになります。はい、であとは、カタラン数がいろんな性質を満たすんですけども、それもいくつか導出しようと思います。で先ほど言った通り今までの内容を活用していくので、まあ、そういうものの復習をしながらやっていくということになります。はい で、まず、カタラン数を定義します。カタラン数というのはですね、この比不正数 n に対して、このような全化式で定義されるような、まあ、数列の第 n 項のことですね。まあ、それを大 n カタラン数というふうに呼ぶということになります。で、これは n が0のときに1であって、n が1以上のときには、ここに書いてあるような和で表されるということになります。 でこれは、えっと、i が0から n-1 まで動くんですけども、ci と cn-i-1 の指摘の和ということになります。ですかね。で、えっと、注意しなくちゃいけないのは、これ i が0から n-1 まで動くんですけども、その間でこの ci、cn-i-1 ですね。っていうのは、これどれもこの添字がですね、n よりも必ず小さくなっているということになっています。ので、 まあこれを使えばですね、n が小さいところが順番にこの C ゲルが決まっていくということになります。ちょっと例を見てみましょう。ですね。まあ、C0 は一度今、定義から言ってますから、それはすぐ分かると。C1 は何なのかというと、これ n が1のときですから、この和がですね、i が0から0までという形になります。つまり、1、えー、つだけの項しかこのシグマ、和には出てこないとで。それは i が0なので Ci は0と。で、n が1で i が0なので、 n-i-1 マイナスマイナスっていうのは0になるということになります。ですかね。ってことで、まあ、c 0る c 0になって、これは C01 ですから1になると、まあそれか。これ考え方としてはですね、ここ今、この添え字があるんですけども、この添え字の和。添え字の和。これ考えると、これは、えっ、ー、と、i プラス n-i-1 マイナスマイナスですから、これ必ず n-1 マイナスになってると。だから、その n-1 マイナスっていうものを、まあ、その、 2つに分けるというのを、こ、まあ、この添字のところでやっているというふうにまあ思ってほしいわけですね。はい、で、まあ、そういうふうに思って C2 やるんですけども、C2 の場合は、ここだから、この添え字の和が1になるように分けていると、01と10ということですね。で、今、えっと、C1 は1だと分かったので、これ計算すると2になるということになります。だから C2 は2です。 C3 を同じように計算すると、このその数字の輪が2になるように分けますので、C0、C2 を C1、C1、C2、C0 というのが出てくるということになります。で、これが計算すると5になると。ですね。いいですね。で、C4 についても同じようにやると、数字が3になるように分けるとこうなると、0と3、1と2、2と1、3と0ですね。で、今分かっているこの値を使って計算するとが14になるということになります。だからこれはなんか、 えっと、値がですね、1、1、2、5、14、点点点とな、こういうふうに大きくなっていくような、まあ、数列になっているということになるわけです。いいですかで、これを今日は、まあ、ずっとやっていくことになります。で、これがですね、いろんなところに出てくるんですね。あこのカタラン数というものが。で、まあ、このカタランというのは、まあ、これ人名です。えっと、この、えっと、ベルギーの数学者。で、まあ、このカタラン数導入したんですけども、まあ、そのカタラン。 カタランがヘッドを定義する前から、まあ、この数自体はいろんなところで、えっと、名前がなし,なしでえっと調べられていたんだけども、あのリオーダンという研究者、まあ、この人もまあ有名な組み合わせ数学の研究者なんですけども、えっと、その本にカタラン数という名前が出てきて、そこからまあ広まったというふうになっています。で、い、ま、ろ、あ、んなとこ出てくるんですけども、このリチャード・スタンレイというあの、 有名なこの組み合わせ論の研究者がいまして、この人はですね、あのこのカタランスに関する本を書いたんですけども、そんな中でですね、このカタランスの組み合わせ的解釈を214個収集しています。それも紹介しているということになって、まあ、あのいろんなところにまあ出てくることになっているということが分かっているんですけども、まあ、ここではですね、その中でまあ有名なものを3つだけ紹介したいと思います。はい。でですね、一つは、えっ、ー、と、これですね、えー、CN っていうのは、これはカタランスですね、2N この括弧列で入れ子状になっているもの。 の総数何を言ってのかよ、さっき言いですけども、まずこの 2n この括弧をですね、こういうふうに並べます。今ここの列ではあ、ここの例では、これはえっと8個並んでるので、n が4の場合ですけども、で、その中で、この入れ子状になってるものですね、入れ子状になってるというのはこの左右の対応が取れてるようなものを全部持ってきますと。で、そうすると、今、まあ、これ n がですね、1の場合、2の場合、3の場合、4の場合のちょっとこの例を上げてるんですけども、例えばこの n が3の場合見ますと、ここら辺ですね。 これ見ましょうと。で、これはそのカッコのですね、左右の対応がこれ取れてるわけです。左カッコが初めにあって、左カッコが閉じて閉じて、また開いて閉じると。こういう形になっていて、えっと、なんだろう、その閉じ、閉じカッコの方がですね、あの、変に対応してないことになってる。だからそのだから対応してない例を書きますと、なんかこういうやつですね。あこういうふうになっているとこれ対応してないわけです。な この二つはこう対応して、はじめの二つを対応してるんですけども、この三つ目、この閉じ括弧はですね、対応する開き括弧を持ってないわけですね。でこういうのは、まよろしくありませんということになります。ですかね。で、その対応を取れてるものを全部ここに書いてるということになるわけです。はい。で、そうすると、えっ、ー、と、いくつありますかってことをこれ数えると、n が1のときにはこれ5個、<laughs> n が1のときには1個、n が2のときには2個、n が3のときには5個、n が4のときには14個かな。 こうあるということになるわけですね。で、これが先ほど計算したこれ、これ、カタランスとか一致してるんですね。で、実際、今あ、これ一致するということを後で証明しますけども、まあ、これ、まあ、まあ、一応、これ、N が1乗のこときでしておきます。はい。で、こういうふうになっているということになります。まあ、その C0 ですね、その 2N の、この N が0のときには、まあ、そういうものが1つあるというふうに、まあ、見なすというふうに思ってください。はい。ということで、 えっと、このようなものですね。2n の2この括弧の列で入れ子状になっているものの総数をこの 2n、Cn、えっと、カタラン数で表すことができるということになるというのはこの組み合わせ的解釈の1つ目です。はい。で、次ですね。あと2つ紹介するんですけども、次、これ全2分岐と言われているので、何なのかというと、また1以上の整数だけ考えることにして、n を考えることにして、あの数が n プラス1であるような順序付きラベルなし全2分岐の総数。 をこれが表しますでそうすると、こういうなんかその二分離とかっていうのは、皆さんそのなんかデータ構造とかですね、いろんなところでこう出てくるものだってことがわかるので、あなんかこのアルゴリズムとかですね、データ構造とかですね、えっ、ー、と、コンピュータサイエンスでなんかこれ関係がありそうだなってことがなんかわかるということになります。で、今ですね、えっ、ー、と、ここに書いてあるちょっと用語を簡単に説明しますけども、で、えっ、ー、と、まずここに書いてあるものも先ほどと同じように N が1の場合、2の場合、3の場合、4の場合のものです。 で、花数って言ってるのは、このようなもののですね、これが一番下のですね、このまあ子供がいない、この子を持たない、えっ、ー、と、頂点のことを葉と言っています,ですか、ね。子を持たない頂点のことを葉と言います。で、それが今 N プラス1個だるまあると。で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、説明しやすいものからやっていくと、全二分岐、この全てですね、全二分岐とて何を言ってるかっていうと、その範以外の頂点は必ずちょうど子を2つ持ってると。で、まあ、その子はですね、 その子はなんかその左の子と右の子っていうふうに便宜的にこう今後呼ぶことにするんですけども、えっ、ー、と必ず一つの頂点は派でないならば左の子と右の子を持つということになっている、これはその前というところの意味、あ意味合いです。まあ、これ完全二分離ということもありますけども、ここは、ここでは前二分離とします。はい。で、順序付きって言ってるのは左と右を区別するということです。例えばですね、今、えっ、ー、と、ここに二つ、えっ、ー、と、前二分離が。 あるんですけども、この2つは、えっと、違う前2分離であるとして区別しています。ですかね、なんかその見た目、なんか、あの、同じように、なんかそのなんか対称性があるので、なんか、なんかその、表情ですね、こう、ひっくり返す同じになのか、これ同じかなというのもかもしれませんけどそういうことはせずに左右を区別するというのが、この順序付きという言葉のまあ意味合いだと思ってください。 で、次、ラベルなしですね。ラベルなしって何なのかっていう頂点に名前が付いてないことをい言うとです。だからだから例えば、なんか頂点に名前が付いていて、1、2、ちょっとなんか、どうしようかな。こっちにしようかな。えっと、頂点に名前が付いていて、このまあエヌが2の場合で、なんか、同じ形の、えっと、順序付き全二分岐があっても、なんかラベルがですね、A、B、C、D、E と付いてるものと、 A, B, C, D, E とついているものの中区別するっていうような流儀もあるかもしれませんけども、ここではそれらは区別しないということになります。まあ、区別しないというか、かそもそもそういうとかラベルとか名前が頂点にはないと、辺にもないということです。だからその形だけ見て、まあ、左右は区別するんだけども、それらが違えば違うものだとみなすというふうに思うというのが、この、えー、っとラベルなしということの意味です。はい。と思って数えると。そういうものをで。そうすると数えてみると、 えっと、n が1のときには1、1個、n が2のときには2個、n が3のときには5個、n が4のときには14からということがこうわかると。まあ、ここら辺はですね、全部書いてみることができれば、まあ、即座にわかるんですけども、まあ、こういうのはですね、あの実際これ書いてみるってのは割と重要なんで、皆さんもですね、えっ、ー、と、本当に14個とかあるかと試してみるといいんですけども、まあ、実際あるということになります。で、これがまあ2つ目の組み合わせ的解釈です。はい。で、3つ目ですね。これが重要で、リックド。 リックパスと呼んでいるものです。ここだけ英語書いてますけども、リックパス。で、えー、とあまず、リック、これもまた名前なんですけども、一緒の名前なんですけども、えー、と,とりあえず置いておいて、これどういうものかっていうと、これ公子度を考えます。00ゼロゼロから nna イタル公子です。だから、えっ、ー、と、この、 左下が00で、右上こ NN っていう座標だと思ってください。で、高指導っていうのは、2項係数を考えるときにやりましたけれども、その00からですね、この NN に上に上がっていくか、右にえっと進むかってことを繰り返して、えっと、単調に登っていくわけです。で、そんなんだけども、この対角線ですね、y イコール x っていう、ここに書いてあるこの線ですね。この線の下側を通らないようなものだけを考えます。えっと、その上に乗ってしまうのはあの許します。 しますけどもその下側には行っちゃいけないということですねで。そういうものを考えるとなります。でそうすると、またこれもですね、n が1の場合、2の場合、3の場合、4の場合と書いてると。そうすると、それぞれ個数がですね、1個、2個、5個、14個というふうにまあ分かるというのが、えーと、この例を全部書いてみると分かる、えー、と見,て見て取れるということになります。でこれもですね、まあ、実際に皆さんやっていただくといいと思うんですけども、まあ、実際こうなると。 ということになります。いいですかね。で、これが実際、その、カタランスになるということなんです。一般的に。いいですかね。いいですかね。というか、まあ、これ定義はいいですかね。これリクトの定義です。で、今ですね、まあ、3つだけ紹介したんですけども、まあ、他にも200くらいあるわけですけども、なんでこれらがですね、その、カタランス、 で、表されるのかってことを今から、えっと、一つ、えっと、一つというか、あの、紹介したいというか、証明したいと思います。で、まあ、二通りの証明の仕方をやろうと思います。一つはですね、全化式をどうして、先ほどのど通りですね、カタランスってね、全化式を通して、えっと、定義されてますので、今の、ここに挙げたものが、えの個数が満たす数列がある,あるわけですけども、その数列が、 同じ全化式、カタランスと同じ全化式を満たすってことを言えば、それはカタランスだということが分かるわけです。で、今から、まずそれをやってみましょうっていうのが一通り目です。で、二通り目は全単車を構成します。何かっていうと、えっ、ー、とだから、例えば、この入れ子状の確好率がカタランスで数えられるってことが分かったら、同じことが、この順序付きラベルナス全二分岐でも数えられるってことを証明するには、全二分岐と入れ子状の確好率の間の全単車を作ればいいわけです。 全単者があると、その間で、えっと、一対一対応を集まり、全単者ってことがあるわけなので、個数が同じになると。つまり、全二分岐の方も、カタランスで数えられるということになるわけです。で、そういうことを考えてみましょうということで、まあ、この二つ目の方では、この三つの間の全単者を作るってことをやってみようと思います。はい。では、まず、全化式同出という考え方からやってみます。で、その時にはですね、全二分岐から考えると考えやすいので、ちょっとそれをまずやってみます。それが一番考えやすいです。はい。 えっと、は、先ほどですね、この cn っていうこのタラン数が、葉の数が n プラス1である順序付きラベルなし全二分の総数になるんだっていうことを言ったんですけども、なんでそうなのかというのを今から説明をします。で、ここに書いてあるのは、これはカタラン数の定義でした。で、実際に、この、えっと、葉の数が n プラス1であるような順序付きラベルなし全二分の総数っていうのが、どういうふうに表されるのかということを、この、考えてみようということをします。で、ここが、 に書いてあるのは、葉、えー、の数が n プラス1であるような順序をつけられる自然に分離の一つだと思ってください。でそれは、まあまあ、いわゆる根と呼ばれるものがあって、そこはですね、これが葉でなければ、まあえーと、n が1以上なら、l プラス1は2以上なので、えー、と必ずですね、えー、とこの一番上の,この頂点、これ、葉ではないということになります。な、はい、ので、えー、と完全に分,に分離なので、左の子と右の子を必ず持つということになっています。ですかね これ、えっ、ー、と、ここに書いてあるのは N が、<laughs> すいません、N が、えー、と3の時の例ですけども、えっ、ー、と、で、それでですね、今、の左のこの部分儀、右の部分儀っていうのがあるわけです。で、この左の部分儀、右の部分儀、これも、えっ、ー、と、順序付き、ラベルなし全に分岐になっているわけです。それはですね、その構成からわかります。こうううなで、えっ、ー、とですね、何が言いたいかっていうと、仮にですね、この左側の、この、 部分儀ですね。ここに歯が i プラス1個あるとしましょうと。今、これ全体としては歯が n プラス1個あるんだけども、そのうちの歯が ni プラス1個左側にあるとしましょうとで。そうすると、残りの歯は全部こう右側にあるんですね。でそうすると、右側の歯の個数は n マイナス i になります。で、まあ、書き換えると n マイナス i マイナス1プラス1になるということになるわけです。そうすると何なのかっていうと、この左側の部分儀の総数が、これがですね、ci になるわけです。 あ、えっ、ー、と、最期、えっと、最期、えっと、数学的機能法から、これが、その、ある N について,て、ある、うん、なんて言えばいいんだろうな、小さい小さな N に対して正しいとすると、ここの部分の総数はこれ CI になると。で、右側も同じように、ここはえっ、ー、と CN-I-1 個、えっ、ー、と、この右側の部分儀の、えっ、ー、と、総数が出てくるということになります。で、そうすると、全体としては、この左側の花数が I プラス1の場合には、えっ、ー、と、そのような、 全2分の総数っていうのは Ci×Cn-i-1 になります。もちろんですね。えっと、総数は Ci×Cn-i-1 になりますで。それはこの i を固定したときですね。左側のこの部分儀の数が分かっているときにはそうなんだけども、それは、えっと、i である、i プラス1であるとは限らないので、その i をの取り得る値で全部場合分けして、あを取るとこの式は出てくるということになるわけです。 ですかということで、この葉の数が n プラス1である順序付きラベルなし、全二分岐の総数っていうのが、ここで与えた全化式に出すということになります。で、まあ、n が0の時には1であることは、ちょっとま便宜上そうしておくということにします。はい。よろしいでしょうか。ということで、この全二分岐の総数が型乱数になることが分かりましたということになります。はい。で、同じようにですね、えー、と次はリック度をやってみます。リック度の総数ですね。リック度っていうのは、この、えっ、ー、と、なんだっけ。 対角線の下を通らないような高指導のソースだと。ゼロから、ゼロゼロから NN までのえっと高指導のソース。で、それがですね、この、えっと、全化式を乱すってことを言います。で、えっと、一つですね、なんかこの、なんか、ギック度を取ってきます。で、どこに着目するかっていうと、先ほどのですね、この j 二部分のときのようにですね、なんかこの二つに分けるわけです。で、どこで分けるかっていうと、これ、こう対角線があるんですけども、このゼロゼロからスタートしてですね、で、初めは、 そうかちゃんとまず言わなくちゃいけないのは、これ、対角線の下に行っちゃいけませんから、00ゼロゼロからスタートしたら、必ず初めはです、ね、上に上がります。右に行っちゃうと右、こうやって右に行ってしまうと、もうその瞬間に対角線の下に行ってしまいますから、初めは必ず上に行きます。で、n ヌに到達するときも、必ずその左側から右に移動して到達するということになります。そうでないと、その直線で、えっと、そのいる位置が対角線よりも下になっているということになってしまって、矛盾します。ので、必ず初めは上に上がっていて、最後は右に進むという形になっている。 ということになりますでそれでですね、だから初め、00から一旦こう上に上がるんですけども、それでですね、えっと、どこかで必ずえっとえっとえっと対角線の上の点に戻ってきます。NN、まあ、っていうのはこう対角線の上の点なんで、まあ、最終的には対角線の上の点に行くんですけども、その途中でも、この対角線の上にですねこう戻ってくることはまあ許してるわけです、ね、陸道というのは。で、その最初にですね、このえっと対角線の上に来た点、この点をです、ね、今、その i プラス1、i プラス1と書くことにしましょうというふうにします。 これはその y イコール x っていう直線上ですから、この y 座標と x 座標が一致してるわけですね。これはでこ,こを i プラス1、i プラス1だと思ってでな、どうするかっていうと、この dic 銅は2つの dic 銅に分けられるってことをまず見抜きますで。そこが重要で、こういうふうに見てみますと。えっと、今ですね、この i プラス1、i プラス1までたどり着いたところまではちょっと置いといて、その後見てみます。 でその後っていうのは、いやこのなんかピンクで書いてるんですけども、これは今 I、i プラス1、i プラス1を新たな原点だと思って、そこからか対角線の下を通らずに、一番右のところまで行くような形になっていて、ここはこの赤い部分だけに着目した場合の方がディックドになってるわけです。いいですかで。そうすると、この赤い部分っていうのは、こ平行移動して、その左端のところ、これ00だと思うと、右上のところ、これ何になるのかっていうと、これは、えっと、 左下はもともと i プラス1、i プラス1でしたから、右上のところはですね、これ平行移動した後は n、n マイナス i マイナス1になります。両方の座標が。いいですかで、そこで、この、えっと、こう、ディック度をこうあの取ってくれるってことをやるんで、その総数っていうのは、この総数は cn マイナス i マイナス1になります。いいですかだから、この赤いところで、この、この赤い、えっと、ピンクのところで、この赤いパスの取り用は、 n-i-1 通りしかないということになります。はい、じゃあ、ですねこのそれよりも前の部分、i プラス1にたどり着く前は,前はどうなっているかということをと考えます。そうすると、先ほど言った通りり、初め00からは必ず上に,上に上がるわけです、のスタートは。で、i プラス i プラス1でこの対角形に戻ってくるんですけども、対角形に戻ってくるときには、これは必ず左からこう入ってきてるわけです。そうでないと、下から来ることになってしまって、対角線の下にあってはいけないということに矛盾します。 そうすると、今、この青はこれど、何が入ってるかっていうと、その1つ、00から上がったところですね。ここの座標。これは、えっと、今、えっと、だからこれは、座標は01ですね。01になっていて、この i プラス1、i プラス1の、ちょちょっと、1つ、1つ左の点、この座標は I、i、i プラス1になってます。いいですか。で、今言った通り、この i プラス1、i プラス1っていう点は、この00から、この、 えっと道筋がスタートして、初めに対角線に戻ってくるとこなので、そこまではこの黒い線、この対角線のところには、この赤い点ですね、このリック道はえっと一度もえっと寄っていない、訪れていないということになります。つまり、今、この青い線、これ書いてるんですけども、これはその0、1と i、i プラス1を結ぶ直線なんですけども、そこよりも上、あるいはその上にしか、このリック道は位置していないということになります。 これ別の言い方すると、これ今この中、水色のこの領域があるんですけども、この水色の領域における、えっと、リックドーっていうのを、この赤い部分は、えっと、走ってるということになるわけです。で別のことを言う、別の言い方すると、この青い部分をこ平行移動させると、今、この左下をですね、00だと思うと、右上の部分は、これは実は、えっと、ア I, i になりまして、それで、そこの対角線の上を通らないような、 これは、えっと、対角線の上がえっと、のところに来てはいいんだけども、対角線の下に行かないような道を取ってくると、つまり、ディックドを取ってくると、それによって、この青い部分のこの行き方がすべて網羅されるということになります。で、その総数っていうのは CI なわけです。つまり、えっと、はめにその対角線と交わる位置が i プラス1、i プラス1であるようなディックドの総数っていうのが c i る c n マイナス、i マイナス1になります。 で,すかで、その i があり得る範囲というのは0から n-1 までなわけです。いいですかで、それをで倍分けして和を取っていると、ちょうど、カタラン数と同じ全化式が陸道の総数に対しても得られる。つまり陸道の総数がカタラン数で数えられるということになるわけです。いいですかですかちょっとややこしいですけどもあの、冷静に考えればわかると思います。はい。 で、これ、ディックドの話をしました。で、最後に、えっと、えっと、かえっと、対応する括弧列ですね。対応する括弧コ列。デコ状になっているもの。これも、えっと、CN で表せますと,となります。で、なんでか、まあ、これ今、一つ例を持ってきて、えっと、何をするかっていうと、これ左から順番にですね、この括弧列を見ていきます。で、そうすると、えっと、開き括弧、 と閉で、この時にですね、全体がですね、この入れ子状になって、ちゃんと対応ができているので、えっと、左カッコの数と、右カッコの数は必ず一致していて、全部で 2n かありますから、どちらも n になります。えって、と、ことは、まずえっと気をつけてください。それでですね、何を見るかっていうと、一番初めのカッコを見ます。一番初めのカッコ。 でそうすると、このカッコと対応しているカッコがどっかにあるはずです。まあ、それは最後のカッコかもしれませんけども、まあ、途中に出てきているかもしれないわけです。で、この場合はどれなのかなってじっと見ると、多分、多分、これですね。これです。でこれ対応していると。で、これ対応して、その初めのカッコが対応している、初めの開きカッコが対応している閉じカッコに着目します。ですね。今、青で書いてますけども。で、ここと。で、ちょっとここに着目します。で、 何を見るかっていうと、この中に何文字入っているかということを考えます。でここにですね、えは、えっと、ここの中身は、ここの中身もその入れ子状になって、ちゃんと対応が取れてないといけないので、えっと、必ずここに入っている括弧の数は偶数になります。で、それを 2i と書きましょう。で、その時に i は、まあ、0以上、えっと、n-1 以下になります。 で、そうすると、えっ、ー、と、残りの部分ですね。この右の部分。ここに余っているカッコがあるんですけどそれ何個あるかっていうと、前の部分で 2i プラス2個ありますから、それ以外のところは 2l マイナス i マイナス1個ということになるわけです。で、この後ろの部分も、これもカッコの対応が取れている必要があるわけです。いいですか。そうすると、今、この、えっと、初めの開きカッコと対応する閉じカッコがあるんですけども、その間に 2i カッコ、カッコがあって、そこの部分は今、 カッコの対応がちゃんと取れている入れ子状になっているんですけども、その入れ子状になるようなカッコの置き方というのはこれ CI 等をやるわけです。で後ろの部分はどうかというと、後ろの部分もこれカッコの対応が取れてなくちゃいけないので、その部分のカッコの対応の取り方が CN-I-1 等りあるということになるわけです。そうすると何何かというと、この初めのカッコの対応、初めのカッコの対応の中と外も対応が取れてなくちゃいけないと思ったときに、中に 2i 個あるような場合の、その括弧の対応が取れている括弧値の総数は ci×cn-i-1 になるということになるわけです。で、それがこの項になっています。で、i は0から n-1 まで動くので、それではを取っているということになって、同じ等式じゃなくて、ヘの等式を満たすということが分かるということになります。よろしいですか ということで、今挙げたこの3つの組み合わせ的構造っていうのは、どれもこの型乱数で数え上げ,上げられるということが分かりました。ですか。ですね。今はこの3つが同じ全化式を満たして、それが型乱数の定義式と同じでしたということを言いました。では次にですね、じゃこの3つの間の全単車を構成することによって、これらがちゃんと同じものを数え上げてるんだということを説明しましょうと。で、まずはどれかな 3等であるんですけども、この入れ子状の括弧列と、この順序,だけ順序付きラベルなし全二分離これなんか全く違うものに見えると思いますけども、これちゃんと同じもの数えてるんですよと。今、ここに書いてるのは、N が3の場合でど、どちらも5つありますよと書いてます。で、上の括弧列があれば、そこ,こから自然入れ子状の括弧列があれば、そこから自然にこういう全二分岐作れますよってことを言います。で、どうするかっていうと、えっと、気分としてはですね、この根からスタートします。根からスタートします。 ううか根からスタートします。根からスタートして、どのようにこの子供の木を作っていくのかってことがを、この格好列で指定しているというふうに思ってもらうということになります。どうするかっていうと、格好列をです、ね、左から順番に読んできます。読んでいきます。読んでいって、開き格好が出てきたら、それは二分岐で左に降りる辺を作ってくださいということを意味している。 で、括弧列の閉じが出てきたれは二分で右に降りる辺を作ってくださいってことを意味していると思ってください。では、そういうふうに思って、この、えっと、括弧列見てみるとで。そうすると、これは、えっと、左から見ると、えっと、開き、開き、閉じ、閉じ、開き、閉じとなっていると。で、そうしたら、じゃえっと、二分に作ろうと思ったら、まだ始め開きなので、左の、えっと、降りる辺を作りますと。で、それが始めのこの辺ですと。で、そうすると、なんか違う頂点に行きます。 で、次、全、ま、く開きなので、左に行きますと。こういう形になりますと。で、そうして、えっと、次、これ右になるんですけども、ここで、えっと、今、今いる、この、たぶん、ちーち頂点から、右に行ってしまうと、えっと、ここからもう左に行けなくなってしまって、全人分離であるというような、えっと、条件を満たせなくなるので、その時には、戻って、右につけるというふうにします。ですかね。で、今、 今はここにいると。思ってくださいと。戻って右につけて、今ここにいると。で、次にまた右が出てくるので、これもまた戻って、をですね、戻って、つけられるところにつけるということにします。ですね。で、次は左。で、次右なので、こうなると。いうことで、ここに書いてあるような異分離が得られるということになります。いいですかいいですかで、これは逆操作もできるわけです。 どういうことかっていうと、今ですね、二分儀があったら、この左の辺には、左に行ってる辺にはこの開き括弧、右に行ってる辺には右括弧をつけます。でどうするかっていうと、この木をですね、こういうふうにですね、いわゆるあのトラバース、操作します。操作って、わかるかなスキャンしますで。それはいわゆるその幅、えっ、ー、と、深さ優先探索ですね。あ、書いてあった。深さ優先探索。で、えっ、ー、と、辺を訪問する順を見ます。でそうすると、 はじめに訪問する辺、これ1番ですね。が、ここ。この文字。で、2番がここと。で、それがこの2番目の開きカッコ。3番がこれという感じで、その順番に、その、えっと、辺にたどり着いたときに、そこに書いてある文字を拾っていくと、カッコを拾っていくと、この、えっと、カッコ列が得られるという形になります。で、そうすると、その違う、えっと、 ああどう言えばいいのかなえっと、一つの、この、えっと、全二分岐があれば、そこから必ず、今のような操作で、えっと、一つの括弧列が得られて、括弧列から一つの、えっと、二分岐が得られるということが分かるので、これ全単差であるということが分かるということになります。だから、えっと、個数も同じになるということが分かるということになります。いいですか これちゃんとですね、本当に得られるのかってことはと証明する必要はあるんですけども、どもちょっとここでは感覚でやってます。はい。では次ですね。あ、これ書いてあったです。<laughs> すいません。で、次ですね。えっと、入れ子状の格好列はドーですね。これはですね、先ほどその、えっと、またこれもあの格好列を左から右に読むんですけども、今度は、えっと、開き格好が出てきたら上に進む。閉じ格好が出てきたら右に進むっていうふうに思うことにします。まあ、例えば、これですね。今、この中、開き、開き、閉じ、閉じ。 開き閉じてあったら、それは上、上、右、右、上、右だと思うと。そうすると、そのように進んでいるのがこれだということになります。ですか、ね、ですか。で、えっと、重要なのは何かっていうと、これ、その入れ子状の括弧列になっているので、このですね、えっと、左からですね、をなんか見ていった、こういう部分ですね。左端を含むような、えっと、括弧列の、えっと、部分列を見ると、必ず、 左のと、えっ、ー、と、えっ、ーと,えーと,えー、と、開きカッコの数の方が、閉じカッコのカッえっ、ー、と、閉じカッコの数以上になっています。書こうかな。えっ、ー、と、開きカッコの、あ、書けなかった。これはちょっと色が。開きカッコの数が必ず閉じカッコの数以上になっています。ということなので、で、それがその実はその入れ子状 確固列がなっているということに対応しているんですけども、それがこのディックドーの方の言い方でいうと、この対角線よりも下にいかないということに対応しています。はい。ということで、ちゃんとこれによってディックドーが得られるということも分かりますし、ディックドーがあったら、その上、上、右、右、上、右というところから確固列を得ることができるということになって、ちゃんと一体し対いするというとが分かります。よろしいですか。はい。で、まあ、ちなみに、えっと、全2分岐とディックドーの対応についてやっていくと、まあ、同じ形ですね。 えっと、先ほどですね、あの、リックドーじゃなくて、えっと、前二分岐に対しては、だから、左に行ったら、えっと、開き括弧あ、その、格好列で対応させる場合はですね、左に行ったら開き括弧右に行ったら、あの閉じ括弧って言ったんですけども、えっと、今度は左に行ったら上に進む、右に行ったら、右に進むというふうに考えると、同じような考え方で、えっと、前単車が得られるということになります。はい。ということで、まあ、この3つの構造の間に前端者があるということが分かったということになります。 はい、ということで、えーと、そういうふうな型算数は、もうその、あの高指導のある特殊な場合だったり、データ構造に出てくるような、えっ、ー、と、二分岐ですね。であったり、カッコの付け方ですね。このかあの対応をが付くようにカッコを付けるっていうのはで、ね、いわゆるあのあの数学におけるって結合法則っていうのがありますよね。なんかその、ABC っていうのか,かけ算があったら、それはなんか、先に AB を計算するのか、あるいは先に えっと、p c を計算するのここにありますけれども、こうしたのが、カッコの付け方が何通りあるのかってことに対応していて、その数学ではよく出てくる、代数とかよく出てくるような話で、そういうところに関係しているということになります。でですね、そういうところでいろんなところに出てくるんですけども、その今、CN っていう型乱数を全化式を使って定義したので、じゃあその一般項ですね、この母関数を使って導出するってことをやってみましょうということになります。それを次にやります。今、これが。 考えていたカタランスの全加値です。で、えー、とこれ、母関数を用いる方法を使って、ここから一般公を導いていこうということになります。で、これはですね、ちょっと、ね、ややこしいんですね、ややこしいというか難しいので、いろいろとなんか知らないこととかもですね、補足しながらやっていこうと思います。はい。で、えっ、ー、と、やり方はですね、前回の授業でやったような方法でやっていきます。 まず注意しなくてはいけないのは、n が0のときには、えっと、ちゃんと、えっと、定義されてますので、えっと、便宜上、それをさ定める必要はなく、そのままやっていきます。でまずは、両辺に x の炎上をかけて、級数を作ります。n が1以上のときには、この、えっと、式が成り立ってますので、両辺に x の炎上をかけます、ね。で、えっと、ちょっとこれ、操作します。 今、えーと、ちょっとこれは、えー、とただ単に x を前に出しているだけなんですけども、ここの部分、こういう形に直します。ちょっとこれは便宜上で、先ほど言った通り、この、えー、と ci と cn-i-1 の数字の和が n-1 なので、それに合わせて x の n-1 乗ができるように、ちょっと今ここではしています。はい、で、えーと、そうすると、これを全部和を取ると、n が1乗のところに立りますから、n が1から現代までという形になります。 で、今ですね、じゃあこれ、母関数を使って書きたいので、この n が0からの現代までの和を cx という形で書いて、これを母関数とします。で、この母関数を使って、この左辺右辺を表したいということを考えていくわけです。はい。で、そこ一気に書いてあってますけど、順番にやっていきますね。えっ、ー、と、左辺の方はこれでした。で、これは n が1から始まってますから、n が0から始まるようにすると、c0 を引けばよろしいということになります。で、c01 でしたから、これによって cx-1 が出てくるというのが左辺です。で、そこまでおしまい。 はい。じゃあ右辺の方ですけども、ちょっとこっちがややこしくこれ順番にやっていきます。まずここはそれは書いただけです。このままです。で、えっ、ー、と、どうするかというと、今ここにある X を一旦前に出します。ちょっと、あの、これ後の操作の時に邪魔なので、ちょっと,いいょっと一旦前に出します。はい。で、えっ、ー、と、今ここはですね、N が1から始まってるんですけども、えっ、ー、と、ここら辺なんか N-1 があるので、えっ、ー、と、N が0から始めるようにします。で、そうすると N-1 があったところは全部 N に変わります。ですね。 そうすると、まあ、ちょっと見やすくなるので、そうするということにします。はい。で、えっ、ー、と、次のところは何なのかっていうと、この x の n 乗を中に入れてるだけですね。はい。これは、えっと、i に依存しませんから、入れてよろしいという形で入れてます。はい。で、そうすると、これはですね、先に n を動かして、その後で n に応じて i を動かすっていうような形の割りになっているわけです。これが今、作ったものそのものですね。で、次にやってるのは何なのかっていうと、この和の順番を 先に i を取って、次に n を取るように入れ替えてます。で、これはちょっと気をつけなくちゃいけなくって、なんでかっていうと、えっ、ー、と、n と i の組みっていうのがどんな値を取り入れるのかってことをちゃんと考えないといけないからです。で、それをですね、ちょっと図に書いてみましょう。で、この図をですね、毎回間違えるんですけども、もち間違えないように書きたいと。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、これはどっちをどっちで書いた方がいいのかがいつも迷うんだけども、えっ、ー、と、これは右に n。 上に i を取って、ここ原点ですね。こういうふうに取りましょうと。そうすると、n は、えっと、0、1、2、3、4とかな、こうやって動いていくわけです。で、これ無限大まで行きます。n は、えっと、0から始まって無限大までいくと。で、その各 n に対して i はどの値を取るかっていうと、えっと、0から n までなので、で例えば、えっと、n が2のときには、えっと、i は、 0と1と2を取りますよ。こういう形になるわけです。だから今、ここの点っていうのは、えっ、ー、と、ni が、落と、しませんね。ni が22の点というふうになってそういうふうに今図を書いていると思ってください。はい。でそうすると、その可能なペアを全部ここに図書すると、なんかこんな感じになると。ここ、ここ、ここ。ここ、ここ、こんな感じ。で、これどういう図かっていうと、ここに、えっ、ー、と、 n イコール i というのが直線があって、そ,そことこの n 軸です、ね、に挟まれたこの格子点、すべてがなんかこの和を取る範囲の n と i の組みとして選ばれているというふうになっているわけです。いいですね、でこれを、えっと、先に n を決めて、次に i を決めるように取っているのがここの和ですと。とそうじゃなくて、こちらのような書き方、先に I を決めましょうと先に i を決めましょうと。 でそうするとどうなるかっていうと、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、この領域に関しては、i はこう、えっ、ー、と、無限大まで取んなくちゃいけないので、i は0から無限大まで動くことになります。ですかね。で、i を決めたら、どこの範囲を動いているかっていうと、この範囲なわけですね。この範囲。で、この範囲はどこかっていうと、ここは i です。n が i から始まって、えっ、ー、と、無限大まで行くという範囲で、n が動くということになります。いいですか。で、こういう形で、場の順序を入れ替えるということになります。いいですか で,すかで、そうしたら、今、えっと、ここの後ろの輪の中で、えっと、書き換えなのかなまず、x の n 乗をちょっ書き換えます。えっと、あ、書き換えないで。えっと、そうしたら、今、えっと、n が i から始まってるんですけども、えっと、n-i を j と置き換えて、書き換えてます。で、そうすると、えっと、j は0から始まって、まあ、無限大までいくと。で、n-i が j になって、n は i プラス j になりました。 という形になります。いいですかで、そうすると、えー、っと、今、この中で、えー、っと、この xi プラス j 乗っていうのは、これをイコール xi 乗かける xj 乗ですね。数法則ですね。そうすると、この、えー、っと、これ j に関する話なんですけども、ci と xi 乗っていうのは j と関係ないので、この前に出せます。こうですね。こう書き換えて、この i に関する前に出します。ですね。 で、この和の、えー、そうすると、この和の中においては、えっ、ー、と、この和っていうのは、これ i に依存しませんから、これ前に出せます。前とか後ろ,に後ろに出します。そうすると、こういう形になるといいか、ね。よろしいでしょうか。ここまでいいですか。でそうすると、ここに書いてあるものは、これは i に関する和とか j に関する和になっているけども、考えているものは、これは母関数そのものです。母関数そのもの,の,その,ものになっています。だからこれは x る母関数の二乗になっているということになります。 よろしいですかちょっとこの変形は、まあ、慣れないと難しいですけども、まあ、まあ、結論が分かっていればできるんですけども、結論が分かってないと難しいかもしれない。ということで、まあ、これはできましたということになって、結論としては、左辺が cx-1 で、右辺が xcx の2乗という形になります。でそうすると、これは cx に関するフォーティスしただと思うと、これ cx イコールという形で書けます。 画とこれは、えー、っと、ここで CX が2次方程式でが出てくるので、ここで解けるんだけども、CX が2つの関数になるということはあり得ないので、これ、どちらかが間違っていると、どちらかが正しいんですね。で、ちょっとそれはちゃんと見極める必要があります。どう見極めるかっていうと、今、CX っていうのは母関数だったので、本来は N が0からの現代までの CI、X の I 乗あれ CN ですね。CN、X の N 乗って、こういう、えー、っと、形になっていくわけです。 こういう形になっているということは分かっているので、例えば C0 というのを考えると、これはこの式において、Cn の0の n 乗になるということになります。0の n 乗というのは、n が正のときに、これ、えっと、すいません、0の n 乗というのは、n が正のときには、これは0なので、これ C1 になります。 まあ、0の0乗は1なのかっていうと、ちょっとこれは、えっと、考えがあるかもしれませんけれども、まあ、そういうふうだと思っていただいて、それでえれ、えっと、すいませんね。C1 になります。で、今、これ C1 は我々これ1だって分かってるわけですね。だから、この式を見て、C0 が1になる方を、まあ、考えてほしいと。あと、C0 は1でかなかったよくなかったかもしれませんけれども、まあ、その、X を0に持っていったときの、その極限が1になるものを考えたいということになります。まあ、これちょっとゼ、0、 x に0入れられませんからね。えっと、分母に x ありますから。だから、えっと、を、x を0に近づけた時の極限が何なのかと考えます。で、あ、そうですね。これ書いてありますね。x を0に近づけたときの極限が c0 なので、あが、なんでそれが1なので、こう両方考えますけども、じゃあ、ここプラスの場合考えましょうと。でじゃあ、このときに、じゃこのリミット考えます。そうすると、えっと、どうなるかっていうと、えっと、 これ0に近づけると、これ、えー、と分子の方は、これはえっと2に近づきます。で、えっ、ー、と、分母の方が0に近づくのが全体として、これ無限大になってしまって、この1になってほしいというのがこれ合わないとなります。だからこれ、いわゆる不適ですね。不適。じゃあ、逆にここマイナスの場合どうすかと。じゃこれちょっと、極限取ってみましょうと。そうすると、えっと、ここの部分はですね、 この部分は x を0にすると、これロ分子0になって、分母も0になって、いわゆるこれ不定形になるわけです。で不定形なので、そう考える必要があって、ここでは、いわゆるえと分子の有利化をしています。で、この1プラスルート1マイナス 4x を分子と分母にかけるってことをしています。で、そうすると分子の方は、ちょっと頑張って計算すると1、1マイナス1 4x になると。ですね。で、分母こうなると。そうすると、これ 4x、これ、えっと、 えと約分できて2が残ります。はい。ってことで、ここにおいて x を0に持っていくと、これ1だということが分かると。つまり、ちゃんとここに初めに置いたこの格言値に合うということになって、だからこちら側が正しいんだと。x 分の1マイナスルート1マイナス 4x っていうのが、母関数な話だということが分かるということになります。はい。だからこちら側が母関数だということが結論として言えるということになります。で、これで母関数分かったわけです。めでたしめでたしですね。 で、あとは、この母関数分かったので、この急数展開に導けばよいということになります。で、これがですね、ややこしい。<laughs> ややこしい。難しい。で、ちょっとこのままやるのは大変なので、一旦、ま、X を、えっと、持ってきます。両辺 X かけます。という形にします。で、この XCX ってこれをちょっと考えましょう。で、そうすると、何なのかっていうと、今、CX っていうのは、カタランスの母関数なので、この CX n, x, n 乗の和なんですけども、じゃあこの xcx を何なのかととこと考えると、これはここの和に x かけたものなので、cn, x, n プラス1乗の和になります。で、n は0かたで、この n の範囲を変えると、こうなって、えっと、n 乗になるようにすると、n が1から始まって、無限大までで、cn のところは cn-1 になります。ですか,だからこれ何なのかっていうと、えっと、ここに書いてありますね。 xcx X っていうのは、この数列と母関数です。どういう数列かっていうと、初期を、というか、えっ、ー、と、数字が0の時は0。なんであと、n が0のとき、これ、これないからです。ですね。で、n1 乗のときには、xn 乗の係数が cl-1 なので cl-1 になるというような数列の母関数になっているというわけです。ですか。だから、今この xcx X の急数展開を導ければ、それが、 えっと、この AN の母ン数だと分かって、そこから AN の一般項が分かります。で、そこから CN-1 が分かるので、それによって、アタランス c l の一般項が分かるということになります。ので、この XCX の吸収点下を導きましょう。つまりこれですね。ここに書いてあるの。これの吸収点下を導きます。で、そうすると、えっ、ー、と、何ができればいいかっていうとですね、この部分、このルートの部分、ここにしか X ありませんから、ここの部分が問題で、ここの部分をですね、のってですね、テーラー展開が分かればいいんです。 けども、それがちょっとですね、もしかしたら皆さんはご存知ないかもしれない。で、えっと、それを言うのがこれですね。えっと、それは補題というか、まあ、これは、えっと、ちゃんとした微分積分の許可書を見れば書いてあるんですけども、えっと、私が確認した限りはですね、電気通信大学で使われている微分積分の許可書にはこれ書いてなかったんで、ここで一応書いておきます、ちゃんと。えっと、人間の実数アルファ。これ、アルファってのは実数なので、えっと、無理数でもいいですし、負でもいいです。はい。で、Z が、 1未満であるときに、これが成り立ちますと。1プラス Z の α っていうのを展開すると、まあ、そのテーラー展開を使うことによって、こういうことがわかると。これは、S、Z の M 乗の係数が α チューズ N と書けますよということに α チューズ N って何なのかっていうと、普通の,その α が整数のときの定義とほぼ同じですと。で、これがここに書いてあるということですね。はい。で、何なのかっていうと、N が0のときはこれ1です。で、そうじゃなかったら、 えっと、分母は n の解乗なんです。その分子はアアルルフファァかけるマイナス1ナス2る点々点、アルファマイナス n プラス1と。これはそのアルファが実数なので、別にその無理数であっても、負であってもこういうふうに計算しますということを言っています。いいですかはい。というのが、えっと、テイラー展開を使うと証明できます。だから、この1プラス α、z の α 乗ですので、これのその微分を考えると、まあそういう形でこう出てくると。こういうのが、こういううなそのケースとして出てくるということになります。はい。 で、それは置いといて、これを使います。で先ほどですね、この1マイナス 4x の平方根っていうのがあったので、これに対して、今ここに書いてあるものを使うとどうなるかっていうと、この z がマイナス 4x であって、α が2分の1わけです。2分の1乗というのは平方根ですからね。はい。で、そうすると、えっと、α が2分の1なので、ここが2分の1になって、z がマイナス 4x に,になったり、こういう式が得られるわけです。 でですかこれで、急数でかいできましたということになります。ただです、ね、この2分の1中のこれがですねこういうふうになっているもんなんで、よくわかんないんで、ちょっとここの部分をもう少しちょっと簡単にしたいと思います。でそれやっていきます。でえっとそれを今からやっていくので、じゃあまずこの xcx、今です、ね、分かったのこれは2分の1マイナスルート1マイナス 4x だったんだけども、このルート1マイナス 4x の平方根の部分は、んってルート1マイナス 4x の部分はこのように急数でかできますよというふうに言ったわけです。ですね で、まあ、2分の1が前に出っています。はい。で、ちょっとこ整理しますが、えっと、今ですね、えっと、n が0のとき、この、えっと、二項係数が1でしたから、ちょっとだけちょっと前に出しています。えっと、マイナス 4x の n 乗もこれ1です。で、n が1から始めて、この後ろの部分残っているということになります。ですかね。で、ここに1マイナス1がありますから、これ消えますね。そうすると、マイナスが残って、マイナス2分の1が出てきて、あとはここの9数が残るという形になります。で、マイナス2分の1を中に入れると、こういう形になると。 で、このマイナス 4x の n 乗もマイナス4の n 乗と x の n 乗に分けます。そうすると、ここの部分が x の n 乗の係数になっていて和が n から、和が1から無限大までありますので、ここの部分がちょうど cn-1 だったわけです。ということで、n が1乗の場合に cn-1 がこれになるということが分かったと。あとは、この二項係数が何だかということがちゃんと分かれば、 これを cn-1 っていうのがちゃんと我々の知ってるような形で書けるということになります。で、それをやっていきます。ここの部分、まあ、これ全体ですので、これちょっと簡単につきます。簡単にしていきます。見やすくしていきます。で、それがこの長い式で。今、その知りたいとも言ったものはこれです。で、式のところに書いてあるのはこ,この部分ですね。これはその2分の1チューズ n の定義に従って書いたものです。分母が n の解乗で、分子の方は2分の1る2分の1マイナス1、点点で1 2分の 1n マイナス。 2分の1、マイナス N プラス1まで進むと。だから、この,上,の上にはこれ、えっと、N 個のものがかけられているという形になっています。いいですかで、N 個のものかけられているので、どうするかっていうと、今、これ、えっと、マイナス4の N 乗っていうのがあるので、これも、マイナス4が N 個かけられているわけです。だから、このマイナス4の N 乗っていうのの、マイナス4を、このすべての,この上にあるものをかけてきます。マイナス4かけると。でそうすると、このマイナス4の N 乗はなくなります。 で、例えば、2分の1にマイナス4かけると、マイナス2になります。いいですか。2分の1マイナス1にマイナス4かけると、マイナス2プラス4になります。こんな感じですね。2分の1マイナス2にマイナス4かけると、マイナス2プラス3になる。で、最後、2分の1マイナス n プラス1にマイナス4かけると、マイナス2プラス 4n マイナス4になる。と。こういう形になります。いいですかで。それが上の式と同じになるということです。いいですか。で、そうすると何が起きてますかということなんですけども、 えっとですね。何が起きましたかと、というこ ?N の解除はそのまま置いときます。で、ここをじっと見るんですけども、えっ、ー、と、じっと見ますね。えっ、ー、と、えー、とまず、ここの初めのマイナス二分の一とマイナスにこれは、えっと、キャンセルします。操作します。で、そうすると、マイナス二プラス四これ計算するとこれ二になりますね。<laughs> マイナス二プラス3、これ計算するとこれ6になると。で、点点点で最後これ計算すると、これは 4N のマイナス六になると。 で、これ、重要なのは、これはど、えー、と4ずつ増えてると。で、最後も4増えて、4n マイナス6がでいくと。だから 4n っていうのはなんか、なんかその、なんかだろうな、4ずつ増えてるってことの名残ですね。っていう形で、こういうふうになってるということが分かります。で、ここまで計算できましたと。で、までえー、と気をつけなくちゃいけないのは、いろいろとあるんだけども、言っとくのは、今、ここで一つ、あ、違った、消しちゃった。 1>, 1つですね、こういうふうにこの役分、キャンセルしているので、今、ここの中、上の部分ですね、この分子にあるえのは何個の掛け算かというと、これ n-1 個です。n-1 個のものの掛け算になっています。で、えーと、2から始まって、プラス4ずっとしてないここにあるのはこれすべてこれ偶数です。分子になるのはこれすべて偶数です。だからこれ2っていうのは、これ1かける2だと思います。6っていうのはこれ3かける2だと思います。で、そうすると、この分子は、 1>, 1かける3かける点点点 2n-3 かける2の n-1 乗になります。ですか ?n-1 かかりますからねあ。2の n-1 乗になります。はい。で、ここからまた技巧的ですけども、ちょっと技巧的にやっていくと、何なのかっていうと、この分母と分子に n-1 の階乗をかけます。はい。ですかね。で、 そうすると、これ n-1 乗っていうのは、えー、とこれはこうですね 1, 2,、N、1、2、点点点 n-1 なわけです。だから、ここには n-1 個なんかのものが、それが掛け算されているという形になっています。で、その一つ一つに、この2の n-1 乗の、この2をですね、全部これかけてきます。ここにかける2。でそうすると、2の n-1 乗はなくなって 2, 4,、2、N、4、点点点 2n-2 が出てくるという形になります。いいですか でそうすると、前の部分と後ろの部分で言うと、前の部分はこれは、えっ、ー、と、奇数の積なんです。で、後ろの部分はこれは偶数の積になっています。だから、高い値にとっていくと、これ 1×2×3×4× 点点点、2n-3×2n-2 になっていて、これは分子は 2n-2 のこれ、解乗になっているということがわかります。で、分母の方は n の解乗と n-1 の解乗です。これが形ですね。よろしいですか でちょっと、えっと、形をよくするために、えっと、この n の階状の部分を n と n-1 の階状にこれ書,き書き分けます。き分けます。でそうすると、この後ろの部分ですね。この部分、よく見ると、これは 2n-2 中図 n-1 っていう、我々のよく知っている二項係数になります。我々よく知っているというのは、の上の部分が整数0以上であるような二項係数になっているということになります。いいですか。ということで、よく分かんない、体のしないものが、我々のよく知っているものに書けましたということになっています。 で先ほどのページには何が書いてあったかというと、これが c ス1に等しいと書いてあったわけです。ですね、なので c ス1はこれですということになります。つまり、これが得られまして、これが n が1以上の場合にこれなので、n が0以上の場合には n を1つずらして書くとこういうふうになるという形です。これが型乱数の一般項、n プラス1分の 1×2n 中図 n ということになると。だって 我々の欲ししかったた結結論論がが得られれままとというここになりますこれが結論ですでよろしいでしょうかなかなかこの母関数を使ってやっていくっていうのはこの場合難しいんですけども、まあ、あのこれはちょっと技巧的で、まあ、別にその自分でこれできるようになるのは難しいと思いますけども、まあ、これを見てですね、まずこの論理が終えるってことは重要だと思うので、それは頑張って理解をしてください。はい。で、一般公が出てきました。 で問題で、ね、これは何なんでしょうという。なんかこれだから式が一旦出てくると、これは何なんだろうというですね、えー、っと、ふうにまあ思ってほしいんですよね。で、それを次に考えておきます。それがこのカタランスの性質になります。今ですね、このカタランスが出てきました。じゃあ、そもそもじゃあ、これなんかどれぐらい大きい数値なんでしょうか、えー、っとどれ、量なんでしょうかということで、えー、っと、それを考えてみたいと思います。で、我々はですね、このなんか二項係数については、我れよく知ってるんですね。 1> 第1回の授業の時に、このような、えっと、上階と下階を出しました。えっと、a チューズ b っていうのは上から b 分の ea の b 乗で押さえられて、下から b 分の a の b 乗で押さえられると、求めます。で、そうすると、これを、これ、タランスに対して適用すると、えっと、2n チューズ n っていうのは、a が 2n で、b が、えっと、n なので、これは e かける2 n 割る n の n 乗。ってことで、これは 2e の n 乗と以下となって、下からは、これはえっと n 分の 2n の n 乗だから、これは2の n 乗とそうですね。だから、この 2n チューズ n っていうのは、下から2の n 乗、上から 2e の n 乗で押さえられますから、それを n プラス1で割った、こういう形で、型乱数に対する上階と考えられるということになります。いいですかね。 だから、カタラン数 n に関して数関数的に増加しますけども、質が直的に増加するといっても、2の n 乗ぐらいまでしか増加しないということになっています。で、まあ、もう少しその、えっと、詳しい全金公式、例えばですね、その会場に対する、えっと、スターリングの公式などを使うと、まあ、cn は大体ですね、えっと、4の n 乗ぐらいとかっていうとちょっと嘘なんですけども、これちょっと、これを書けたらいけないのでいきませんけども、えっと、まあもう少しここに書いてあるよりも小さな、えっと、 上階も得られますし全金公式も得ることができますけども、まあ、このなんか指数関数的にしか増加しないということは割と重要で、えっと、まあそういうものなんだということはここから分かりますし、えっと、それでもなんか N プラス1で割ったぐらいにしか大きくならないということは分かります。 で、えっと、カタラン数、いろんな性質を満たすことが知られてるんですけれども、ちょっとここではですね、これをあのまずご紹介します。カタラン数というのは、えっと、あ、えっと、N は1以の2の整数で、2n チューズ n マイナス、2nn プラス、2n チューズ n プラス1に等しいと言えます。これ実際にですね、この左辺、二項係数を使ったことを計算すると、ちゃんと1、2、5、14っていう、我々の知ってるカタラン数が出てくるということになるんですね。不思議ですね、って形ですね。 でこれはもう我々はもう、ーン数の、えっと、一般項を知ってますから、そこからこれ簡単に出ます。まあ、右辺を変形していくと左辺が出るということは、式の変形によってちゃんと出てきます。まあ右辺をその知っている二項係数の形で書きますと、階、まあ、場を使って書きますと。で、まあ、うまく整理すると、ちゃんとこれ出てくると。 と思いますで、まあ、これはまあ式変形なので、まあ、これはあの皆さんあのやろうとはできると思います。まあ、できると信じています。ので、まあ、ぜひこれもやってみてほしいんですけども、今ここで考えたいのは、これがですね、組み合わせ的にどういう意味を持っているのか、組み合わせ的解釈の話をしたいと思います。で、なんかマイナスっていうのは解釈しにくいので、ちょっとマイナスの部分を移行して、こういうふうに書きましょうと。そうすると、Cn プラス 2n チューズ n プラス1イコール 2n チューズ n と。 と思いますでそうすると、すね、我々はです、ね、この右辺のほうですね、二項係数、二項係数のプリアス的解釈って、これ我々いろいろ知ってるわけですよ、3種類ぐらい。で、カタラン数もいると知ってるわけですね。だから、その2つをこうなんか結びつけるようなこう式になってるというふうに思うわけです。で、それをちゃんとこのイコールに結びつけるような、まあ、前端者であったり、二重の数やりであったり、なんかする形で、プリアス的解釈によって、この式を与えたいと思います。 じゃ、ここではちょっと公子道を使って考えていこうと思います。で、そうすると、こっちですね。今、今ここに書いたの、書いた式。先ほどの,その最後の式です。で、これを証明したいと。で、えっと、右辺の方、2n 中 n っていうのは、これは00から nn に至る高子道の総数です。で、cn っていうのはその中でも、その対角線の下に行かない高子道。つまり、ディック道の総数だったわけです。ですかなんか、公子があって、00。 から Nn まで行くんですけども、この対角線の上にしか行かないのがデック道だったわけです。で、高次道とかって言ってるのは、こう下の方行ってもいいわけです。こんなふうに、ね、で、そうすると今、今えっとその下の方も行っていいのが右辺。で、Cn は下行ってはいけないものの総数だってことは、この Nn 中の N プラス1っていうのは、こういうその0 0から Nn に行く高次道の中で下を必ず通っていく。 ものの総数になっているということなんですね。で、そんなものは今まで我々、数えてたことないわけです、残念ながら。だから、本当かどうか分からないですけど、実際、実はこの 2n2n プラス1っていうのは、この00から nna たる公式の中で、対角線の下の点を必ず通るものの総数になっています。で、それを次のページで説明します。 証明したい目標は、2n choose n プラス1っていうのが、00から nn n で至る高指導で、y イコール x の下の点を通るものの総数になっているということです。で、これは全単線による証明をします。どういうふうにするか。今ですね、だからまず左辺を考えます。で左辺は何なのかっていうと、これは何がとっているかっていうと、この二項係数の分析解釈から、00から n プラス1、n マイナス1へ至る高指導の総数だということが分かったわけです。 で、その今、イメージをこ書いてます。ゼロゼロから、ここが、あ、じゃあここですね。ここが N プラス1、N マイナス一っていう点です。で、ここに書いてる線はこれ何なのかっていうと、まあ、対角線じゃないんですけ Y、これ、X っていう曲線です。ですね。でそうすると、このような格子道、通のページあるかななかった。えっと、そうすると、こそのこのような格子道は、まあ、その下通っても上通ってもなんかどんな感じでもいいんだけども、なんかこんな感じで、まあ N、N プラス1、N プラス一からこう例えていくと。 いうことになりますいいですねでねこれはこの高指導の下を通ってるかもしれないし、なんか上,だけを通上だけを通って、んこんなふうにいってるかもしれないと。だけども、重要なのは何なのかっていうと、これ今、y、y=x という直線があったんですけども、その直線の、えっと、下の点をこれが必ず通ります。なんでかっていうとですね、ここの点、ここの点、今、ここの点ですね、ここの点は、この点っていうのは、 今、えっと、順番にやってきますね。この直線上の点、この対角線上のここの点は、これは y 座標 n-1 で出てくで、これは n-1、n-1 なんですね。ですね。で、そうするとこ、これ n プラス1、n-1 っていう点に、最終的にはこの格子像をたどりつきたいんです、たどりつきたいんですけども、そこにたどりつくためには、その左側の点か右側の点を必ず通る必要があります。で、左側の点っていうのは、どういう座標を持ってるかっていうと、これは、えっと、n、n-1 ですね。 で、下の点は n プラス1、n マイナス1、n マイナス2です。とうなってます。で、このどちらの点も、どちらの点も、これはこう、えっ、ー、と、この対角線の下にあるんです。下というか、まあ、しえっ、ー、と、上にはない点になっているわけです。なので、この n プラス1、n マイナス1っていう点に、この00からたどり着こうとしたら、この対角線の上だけを通っていけ,いけないんですね。通っていってはいけないんです。たどり着けないんですね。で、それちょっと注意をしてください。注意してください。 で、何を考えるかっていうと、じゃあ、この右辺の方のですね、次、00から nn に至る高指導で y イコール x 下を必ず通るものを考えます。で、その,この赤いのはそういうものになってます。そういうものになってます。で、今は何をするかっていうと、そのような、この必ず下を通るような、えっと、高指導から、この左側の、えっと、状況の高指導を一、えっと、対一対応で作りたいというふうに言います。つまり、なんか左右のものがあったら、そこから左のものを作るようなアルゴリズムを与えます。 でどうやってやるかっていうと、今ですね、この右の方では、この対角線の人はこれ必ず通るというふうに言ってるわけです。で、必ず通るんで、この00ってはこれ、対角線の上にありますから、必ずどこかで、この対角線の上から、上の領域から、この下の領域に移動する瞬間が訪れます。で、それが来る一番初めの部分を見ます。ここですね、この場合は。ここを見ます。で、どうするかっていうと、今、ここの右上のところ、今、塗ってるんですけども、この部分を見ます。 で、ちょっとまず先に図でやりますけども、この今赤い、こういうなんかその必ず下,、えっと、下の部分を通っているような格子道があったら、それをこの左側の状況の方向に移すんですけども、どう移すかっていうと、この緑色のところに来るまで、ここまでは同じように右と左を移動します。右と同じように移動して、左側も移動するというふうにします。で、この赤い領域に来たら、えっと、 上に進む、右に進むっていう関係を、えー、と逆転させます。どういうことかっていうと、この、えー、と右の図では、この,あの緑の跡は、初めはじめ右に進んでるんですけども、それをですね左の方では上に進むようにこれ変えます。右に進んでるところは上に進むと。で、上に進むところがあったら、それは右に進むように変えますという風にします。で、今、右の方では、これは進めたからこれ、えっ、ー、と、 右、上、右、上、上、上っていうふうに進んでるんですけども、それがこちらでは、えっと、右の方、左の方では、左、右、左、右、右、右というふうにこう進んでるという形になるわけです。いいですかって形で、えっと、この右の方の、この、えっと、必ず下を通る格子道から、左の方の格子道が得られます。いいですかで、注意しなくちゃいけないのは何なのかっていうと、えっと、ここの、 えっと、点ですね。ここの点っていうのは、えっと、ここですね。今、青く書いてあるところですね。えっと、ここの部分っていうのは、えっと、対角線よりも一つだけ、えっと、下にある点なので、今のようにひっくり返すと、この、えっと、長方形の形がですね、ひっくり返した後は、これが一つずれるわけです。こんな形で。ひっくり返した後は。そうここの、今、ひっくり返した後のこのゴールの位置が n プラス1、n マイナス1になるわけです。 という形で、右側の方では最終的なゴールが n プラス1、n マイナス1に変わるということになります。いいですかということで、何が分かったかっていうと、えっと、右側のようなです、ね、ものがあったら、そこから必ず左側のようなものが得られますということになるわけです,ですね。で逆に で、これはな、なんか、その、えっとで、逆にですね、左側のこういうなんか道があったら、先ほど言った通り、N プラス1、N マイナス1にたどり着くには、必ずどこかで、この対角線よりも下側に行かなくちゃいけないので、そこの、そういうところの初めのところを取ってきて、その右上をまたひっくり返すと、同じように00から NN まで行くような高指導が得られますけども、この緑の先では必ず対角線の下を通ってますので、そのようなものが必ず得られるということになります。だからこれが1対1対応になって、ちゃんとこの、えっと、個数が、 一致すするるととといいうう結論が得られるということになりますよろしいでしょうか。ちょっと、えっと、技巧的かもしれませんけどこれですね、なんか割とよくある論法で、よくあると言っても、これ、カタラン数に関してはよくある論法でなんで、すごく特殊かもしれませんけども、でも一応、なんか名前が付いていて、これ、アンドレという人が、のアンドレという人が発見したので、アンドレの共栄法とかと呼ばれたりするんですけども、まあ、名前はどうでもいいですが、えまあ、このような形で、全般射による証明ができるという形になります。 はい、でこれで先ほどの型アナンスに対する高等式の組み合わせ的解釈による証明は終わりになります。はい。あ、一応例がありますね。N が3のときに実際にこれ全部作ってみましたと。このなんか対応する列、あの位置にあるものが対応するという形になってます。N が3のときに00から33に至る必ず下の点を通るような高指導が右に全部書いてあって、今の形で、えっ、ー、と、 高指導を作ると、その00から42に至るようなものができて、必ず、えっと、これが今の作り方は一対一対1対ようになっているということがわかりますということの例になっています。はい。ではもう一つちょっとやりたいんですけども、えっと、カタランスのですね、一般項を出しましたと。で、これ自体をですね、組み合わせ的に解釈したい。なんでかっていうと、我々は CN っていうのは、なんかいろんな組み合わせ的解釈。 持っているってこと知ってますし、に E n choose n これも確率的会社が持っているってことを知ってます。で、まあその n プラスして割るっていうのはちょっとよくわかんないので、これはえっと両辺を n プラス1かけてこういうふうに書きましょうと。だからこれは左辺は C l の n プラス1倍、で右辺は2 n choose n と。でそうするとなんかどちらも何かなんか確率的な構造を数えてるんじゃないかなってこれまあ気がしてくるわけです。 でそれが等しいですよって言ってるんで、この等式自体をなんか組み合わせ的解釈で証明できるんじゃないかなって、解釈できるんじゃないかなってふうに思うわけですね。で、それをやってみたいと。で、その時に、ちょっと今からやる方法がスタンダードかどうかと別にして、えっと、ちょっと面白いかもしれないので、ちょっとご紹介したいんですけども、この n プラス1の cn っていうのは、これは cn の n プラス1倍なんですけども、これをわざわざこう書きます。cn っていうものを k が0から n まで足し合わせたものを書きます。 これ変なんですけども、CN っていうのはこれ、この K に依存しないので、この和っていうのは、ただ単に N プラス1倍 CN をしているものに等しくなります。ので、これはなんか変な変形をして、だからわざわざシグマを使って書く意味があるんだろうかっていうふうに思うんですけども、これがちょっとミソで、これによって、この左辺のえっと解釈が自然になります。はい、つまり、この K っていうのがなんか生きるような、えっと、今から組み合わせ的解釈を与えようということになります。で、それをやっていきます。 何なのか先にです、ね、ちょっと例でやっていくんですけども、えっと、先ほどの右辺は 2n 中 sn だったので、これはあの高指導で言うと00から nn n に至る高指導のソース、その対角線の下を通っても通らなくてもいいようなもののソースになっていると。で、今、n が3の場合は全部書いてます。で、ここでですね、えっと、これ今、だからえっと20個ですかね、20個あるんですけども、 この中でですね、これ、その、K という数値を各格子道に与えます。で、何なのかというと、それは、対角線より下の領域で上向きに移動している回数です。で、これ、これ書いてみると、例えばですね、ここ、この、えっ、ー、と、今、丸つけた格子道は、この上に、対角線の下で上に1回行ってますので、これは、これ K が1になっていると。で、例えば、まあ、この一番左下の,ものは、これは、えっと、右下から、1、2、3と。 えっと対角線の下で上に3回動いてますので、K が3の場合になっていると。でそうすると、上の5つの高指導に対しては、この K が0であると分かります。次の5つについては、K が5つであるとあ1であると分かります。K が3の場合も5つあると言われます。で、今から言いたいのは何なのかっていうと、00から NN に至る高指導があるんだけども、この K によって分類しても、ど,どの K を見ても、そこに現れる高指導の数が変わりません。 この場合は5です。というのが今からお伝えしたい一つの性質です。で、これをチャンフェラー性と言います、まあ。チャンとフェラーというあの有名な確率論の研究者がいて、彼らが発見したので、そういうふうに呼ばれているということなんですけども、まあ、なんで確率が出ていくるのかとかはちょっと置いといて、そういうことが知られていて、それをご紹介したいと。これですね。チャンフェラー性。えっと、0以上の性質 n と0以上 n 以下の整数 k に対して、この cn というこの型乱数は、えっと、この00から nn に至る高指導で、y イコール x という対角線より下の領域で上向きを選ぶ回数がちょうど k であるものの総数です。ちゃんとさっき言わなかったらいけなかったですもうこれ k がロの場合、k が0の場合は、k が0の場合は、これですね、えっと、対角線の下を通ってないってことに。 なりますからここに現れている、その K が0の場合の高子導の総数っていうのは、えっと、なんだろう、えっと、カタランにつだけです。つまり、ここに出てきている高子導、が全部ディック銅になってるわけです,です、ね。つまり、えっと、これっていうのは何なのかっていうと、その、えっと、K が1の場,の場合でも2の場合でも3の場合でも、そのような、その対角線の下で上向きを選ぶ回数が K であるような、えっと、高指導の総数がカタランスに等しくなりますよと。 K に依存しませんよということを言ってるわけです。で、これをですね、証明したいんですけど、ここでは全単車を使った証明をしたいと思います。はい。で、ちょっと、ここは、あの、言葉での、えっと、口での証明になってしまなって、ここでは、あの、このスライドではほぼの図しか書かないんですけども、えっと、これ一般的な状況を書いてるつもりです。これどういうことかっていうと、今、えっと、ここにはですね、えっと、 何か、えっと、公指導が書いてあって、その、えっと、対角線の下に上に進む回数が1,2,3,4,5,6,7。だから、これ、K が7の場合を書いてるということになります。ですかね。で、えっと、このような高指導があったら、そこから、えっと、別の高指導を作ります。で、どういうふうに作るかっていうと、今ですね、えっと、まあ、これ今、K が7なんですけ一般的にこう K だとして、これ、K がこれ、正だとします。これ、K は正だと、えっと、1, 1以上だとします。 でそうすると、1以上なので、この、あの、必ず、この対角線の下に必ず行ってるわけです。行ってるんで、先ほどのですね、あの、話と、あの、組み合わせ的解釈と,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 と同じように、この対角線の上からですね、下のところに必ず行く一歩があります。うん。ので、その対角線の左から対角線に戻る最初のステップに着目します。戻るところですね、この、えっ、ー、と、進むところじゃなくて、戻るところで、ここに着目します。今、それを今、緑,緑でも塗っています。そうね。 で、どうするかっていうと、そこの前の部分と後ろの部分に着目します。で、どうするのかというと、ここの部分をですね、入れ替えて、えっと、この新しい工事度を作ります。どういうことかっていうと、この赤い部分を見ると、この赤い部分のスタートはこれあの対角線の上にいるわけです。なんでかっていうと、緑はそのように選んでるからですね。で、最終地点も、えっと、対角線の上なので、そこの部分をまずこの左側にそのまま書きます。 そのまま反転も何もせずに平行移動して書きますで。そうすると、00からなんか対角線上の点に至るような道ができます。で、次にこの緑を書きます。で緑はもともとは対角線の上に、対角線の左側にあったんだけども、この移動した後では対角線の右に動きます。で、残ったところ、残ったところはもともとの青を平行移動させてそのまま書きます。 でこれは、えっ、ー、と、もともとは対角線から始まって、対角線の一つ上で終わっていたので、この移動はちゃんとうまくいって、対角線の一つ下から始まれば、対角線の上で終わるという形になって、これで00から NN への高出が得られます。で、ポイントは何なのかっていうと、これによって、必ず、対角線の上で、上向きを選ぶ回数が、えっ、ー、と、1だけ増加します。 すみませんちょっとさっき言ったこと間違ってたので、もう一回ちょっと言いますね。これ 1, 1以上じゃなくてよくて、これ0以上です。すみません。別にその、えーと、ここに何もあの青いものはなくても、これは選べるので、えーと、0以上です。すみません。で、これで、えー、と K プラス1が、も、えー、ともとが K だったら、このようにして作った高指導において、開角、えー、線の下で上を選ぶ回数は K プラス1になっていますということになります。 それはなぜなのかと言いますと、今ですね、この青い部分書いてるんですけども、これをどういうふうに見るのかというと、えっ、ー、とですね、もともとこれ、額の,の方では、この赤い、えっ、ー、と、青い部分が、えっ、ー、と、全部、回数加えると、これ、K になってるということだったわけですね。で、今、何が起きてるのかというと、こちらの方では、何が起きてるかい赤い部分を見ると、これ赤い部分はそもそもこれ、平行移動させただけなので、この青い部分のこれ数はこれ、変わりません。 もともとこれ4だったものが右でも4になっていると。で、青い部分を見ると、ここは問題で、青い部分はもともと左の方がこれでは、えっと、上にっていうのは3回だったんですけども、右のこの例では4回になっています。これ、なんでこれが起きるのかというと、今、このですね、緑色、<laughs> 緑色っていうのが、この対角線の左から右に来ているわけです。だから、それに行くためにはですね、えっと、ここら辺でこうなんかう、こ上に上がっているものがあって、それがですね、えっと、積もり積もって、この、 部分ですところまで切って、最後のところで緑を選んでいるという形になって、この格子道が作られているということになるわけです。で、気分はですね何なのかというと、ここの青い部分は、この右の図では、この上のことを言っているんですけども、これは、えっと、右にずれているんです。なんていうんでしょうかね。 このもともとこの左下の点というのは、これは対角線の上にあったんですけども、それが移動した後では対角線の一つ下に来てます。だから、このなんか全体の,その相対的な位置としては、この対角線がですね、このもともとはこの左下の点を通っていたんだけども、それは通らずに、一つ上にこう伸びてきてるわけですよね。でそうすると、この NN という頂上にたどり着くためには、えっと、この一つずれた分だけえっと上に行く回数が、この対角線の下でカウントされるようになるということになるわけです。 いいですかということで、この青の部分を見ると、必ず対角線の下で上に行く回数が1回増えているということになります。よろしいですかという形で、もともとこの、えっと、上に行く回数が K であるようなものがあったら、そこから上に行く回数が K プラス1であるようなものが、ただ1つだけ得られます。いいですかただ一つだけ得られます。で、これはですね、えっと、違う道を えっと、持ってきたら、そこからは違う、えっと、右側の位置が必ずいられますから、これで全端者になっているということがわかります。いいですか。ということで、えっと、これは、えっと、対角線の下で上に行く回数が K のものから、対角線の下で上に行く回数が K プラス1であるものの間の全端者を作っているということになります。つまり、これはちょっと前のページに戻ると、えっと、K が0のものと K が1の間の,間のものの全端者を作って で、K が1のものと K が2のものの間の全端子を作って、K が2のものと K が3のものの間の全端子を作るっていう形になっているので、この4つはどれも同じ数になると。一般的には K が0であっても1であっても N であっても全部同じ数になって、K が0の時の個数が型乱数でしたから、やっぱりそれは型乱数ですよということで、証明が終わるということになります。よろしいですかちょっとはしょって感じもしますけども、まあこういう形になります。で、これを認めると、 何が分かるかっていうと、まあ CN っていうのはディック度の総数で、それは先ほどの K が0の場合でしたというふうに言ってましたと。で、これは全部、えっと、その、えっと、K が何であっても同じですよというふうに言っていたわけです。だから何なのかというと、何なのかっていうと、先ほど書いていた K が0から N までの CK、あじゃすみません、CN。CN っていうのは何なのかっていうと、この各項は、えっと、 K に対して、対角線の下で上向きを選ぶ回数が K であるような高子度の総数を数えているというふうに思うわけです。そうすると、これ、この和で、この和によって、えっと、高指導がすべて数えられるということになるので、それが 2n チューズ n と等しいということが得られるということになります。よろしいですかということで、証明したかった式が得られるということになるということになります。はい。 あ、すみません。それは次の話でしたね。はい。こ,こですね。えっと、この右辺は00から nn に至る高指導の総数でと、この左辺の大傾向が00から nn へ、ちょっと待ってください。えっと、00から nn へ至る、えっと、高指導で対角線の下で上向きを選ぶ回数が k であるものの総数なので、それを全部足すと、この0から nn へ至る高指導の総数を漏れなく重複に数えているから等しくなると。 ということになるということになります。というまあ意味を持つ式を、えっと、一般項として得ていたということになります。はい。では、今日のまとめです。まあ、今日はそのカタラン数についていろいろとやってきたんですけども、そのカタラン数っていうのがいろんな組み合わせ構造を数えているんだってことと、母関数を使ってですね、その一般項を漏出するっていうところは、まあ、ちょっと機構的ではあったんですけども、そういうものをちょっと一つご紹介しました。で最後にカタラン数が満たす性質っていうのを組み合わせ的解釈を通じて、まあ、その、 えっと、アンドレの共栄法とか、チャンフェラー性というちょっと特殊,特殊な性質もあるんですけども、そういうものがですね、こういう先端者などを使ってうまく導出できるんだということをご紹介しました。はい、ではこれで今日の授業終わります。ありがとうございました。